どうも、朝起きたら喉がすごく痛かった三浦です。何なんだろう、冬じゃないのに風邪ひいたのかな。夏風邪でもないし、喉が痛いって結構辛いよね。唾飲み込むときにさ、ちょっと痛かったりして、幸いそこまでは痛くはないんだけどね。ちょっとバファリン飲んだ方がいいかな。さあ、今回はですね、ずっとケイタくんで来たんで、たまにはあなた誰だっけ、稲穂ちゃんでやっていこうかなっていうことで、名前忘れちゃった、もうごめんね、忘れっぽいんだ。さあ、クエストは結構ありますよ。どれしましょうか。これ経験値4800、すごいな。なんか出てくんのかな。なんかボス的なやつ出てくんのかな。でも俺これやる。経験値たったの80。大森山の殺虫事件だって。うひょー、探偵っぽい依頼来た。で、どこに行けばいいの。ちょっと落ち着くなに。依頼人は大森山でお待ちのようです。よし、行くよ、うさぴょん。やりやりだに。オッケー、じゃあ大森山行こっか。あ、来たー。お掃除していこうかな。レベルが結構上がりまして、レベル8になって、大成功が 30%、 故障が 50% のこの冒険っていうやつがね、選べるようになりましたね。時間はまだ40分しかできないのか。よし、行ってこい。あ、あれ、あ、これか。行ってこい。今までね、レアな妖怪拾ってきたこと一度もないけどね。大丈夫かな、あのロボット妖怪。さあ、なんか落ちてないかな。なんか変な妖怪いたな。最近いいものが全く落ちてないんだけど。くそー、次行くか。ティッティルー、いた。ヤシの天使ちゃんを手に入れた。あなたが事件の被害者であり、依頼人のセミマルさんですね。改めて事件について詳しくお聞かせ願いたい。拙者を殺した犯人を見つけてほしいんだみー。殺されて妖怪になってしまったのか。穏やかじゃないな。待ってました、そういう重い感じの依頼。いや、待ってましたみたいな、そんな明るい感じに言わないでよ、もう。こいつはほっといて続けてくれていいだによ。昨日まではミンミンゼミだったのに、目が覚めたら妖怪になってたみん。そうか、ミンミンゼミだったのに起きてしまったら妖怪だったのか。喋れるようになってよかったじゃん。でもはっきりとした記憶はないけど、きっと誰かに殺されたみん。犯人の手がかりはないだにみーん。昨日のことを思い出してみるみん。そうだみん、拙者昨日は3人の子供に追われていたみん。大人気だね。まあ、ミンミンゼミって結構レアな感じするからね、アブラゼミよりも。確かトールとハヤトとアキラとか言ってたみん。よく名前覚えてたな、記憶力いいんだね。おっと、それ多分私のクラスメートっすね。きっとあの3人のうちの誰かが拙者を殺した犯人に違いないみん。まさかクラスメートが容疑者とはね。気は進まないかもしれないんだにが、依頼者のためだに。そうだね、うさぴょんくん、名探偵の名にかけて必ずやこの事件の謎を解いてみせましょう。よろしく頼むみん。マジか。クラスメートが容疑者なのか。これ容疑者さ、捕まえたらどうすんだろうね。どうすんだろう、責任取れないしな、なんか子供だし。お、一人目発見したよ。さすが小学生、小学校にいる。話しかけてみよう。チワッチ、トールくん。トール、あ、結構イケメンな感じだね。あれ、ミソラじゃん。突然なんだけど、こないだミンミンゼミを捕まえなかった？ミンミンゼミ？あ、とぼけてますよ、こいつ。大森山で虫取りしてたって垂れ込みがあるんだけど、ま、
なんちゅうタレコミですかそれ。タレコミ？ああ、確かに虫取りに大森山には行ったけど、やっぱり行ってるんじゃん。ミンミンゼミ捕まえたんでしょ。いやー、ちょっと待ってよ。セミはいっぱい見かけたけど、捕まえてなんかいないぜ。セミには興味ないからな。ほうほう、トールくんはセミに興味なしと。お、トールくんの証言。なるほど。じゃあ何捕まえていたんでしょうかね。じゃあ次行こう、次。いた、二人目。こいつか。後ろ姿が女の子みたい。ハヤトくん。あ、ハヤト。ん、あー、ミツラさんか。みんなイケメンだね。ハヤトくん、お花好きなの？これはいいギャップですな。いや、親に頼まれて買いに来ただけ。それもまたいいギャップ。そんな優しいハヤトくんに突然ですが質問です。ねえ、ミンミンゼミについてどう思う？いや、どう思うって言われてもな。なんだよその質問。どうって言われても。まあでも、どっちかつうと嫌いかな。セミってうるさいし、はっきし言うな。もう、じゃあ捕まえたりはしないか。なんつうか、ありがたみがないんだよ。そこら中にいるからさ。ハヤトくんはセミに興味なしっと。じゃあ最後の残り一人が疑わしいのか。え、これ女の子じゃないの？違うの？アキラちゃん、女の子だ。あ、稲穂ちゃんだ。アキラちゃんたち、こないだ大森山にいたんだよね。うん、オオクワガタを捕まえにね。オオクワガタがいるんだ。すげえとこ住んでんな。オオクワガタ？ミンミンゼミではなく？え、ミンミンゼミ？あたしが狙うのはオオクワガタただ一つ。だからセミなんて見つけてもスルーだよ、スルー。なるほど、アキラちゃんはセミに興味なしと。あ、これで3人の証言をつかんだけど、なんかみんなセミに興味なさそうだったね。さて、3人に話を聞いたわけだけど、なんと言いますかこれは。しょんぼりだに。みんなことごとくセミに興味ないみたいだにね。とにかく依頼人伝えに行かないとね。セミ丸が気の毒だにね。じゃあなんでセミ丸は妖怪になってしまったんだろうか。1週間の寿命が尽きて死んじゃったとか、そういうことかな。お、どんちゃん。やべ、これ2回目だ。なかなか出てこないな、どんちゃん。どんちゃんだ、どーん。君が噂の探偵さんなのか。依頼を持ってきたと。今依頼中なんですけど。お祭りで一緒に盛り上がるドン。さあ始まるドン。あ、勝手に始まっちゃった。あらら、これ相当久しぶりなんだけどさ。あれ、ここは大森山の神社？祭りやってるみたいだにね。あ、じゃあちょっと季節が違うんだね。って、何これ、ドンちゃんがいっぱい。なんかこんなにいるとちょっと気持ち悪いね。なんかどんちゃん祭りにようこそだどん。神社まで来るどん。待ってるどん。あ、じゃあついでだからちょっと行ってみようか。一番最初に来た時はなんで諦めちゃったのかな、これ。あ、めんどくせえと思って俺多分途中で帰ったんだ。これで初めて見るもん、この3匹いるの。戦うのかな、これもしかして。お祭りは最高だどん。リンゴ飴食べたいどん。いや、食べてください、それは。そこの君、楽しんでるか。バトルするどん。あ、そう来ると思った。準備できたら話しかけてくれないか。いや、いつも思うんだけど、これ準備しようがないんだよな。なんか買えるかな。あ、牛乳買える。んー、やっぱちょっと喉が痛いっすね俺今日。高いな。
1本1500円の牛乳なんて俺見たことないわ。ちょ、飲んでみたいね。戦っていこう。どんちゃんの好物ってなんだろうな。あー、いきなり3匹出てきたし。ちょっと、シナモンのスナックか。おいおい、弱っち、弱いぞ。ちょっと待って、まだ待って、待ちなさいって。もうほら、やっちゃったじゃん。もうスナックか。ということで、これか、雪かきピー。あ、使うことはできないぞ。ちょっと待って、ブラスターでハート出てくるかな。まあ出てこないか、食べ物をあげることはできないってことは。じゃあ普通にやっつけるか。よし、やっつけた。ガードされてる。よし、いった。最高のバトルだったドン。明日？いや、明日はもう戦わないよ、もう。あ、消えちゃった。帰り方を聞きそびれちゃったね。はあ、この祭り空間から出るには一体どうすればいいんだに。また出た。もしかしてあれがミーたちをここに連れてきたドンちゃんだに。よく区別がついたね。なんか違うとこあんのかな。で、ここはここから出る方法を知ってるのがお約束の流れだね。じゃ、とりあえず出よっか。おい、このお祭りを楽しんでもらいたくて招待したんだドン。呼んでくれたのはいいだにが、そろそろ帰らせてほしいだに。何言ってるのか。まだまだお祭りは終わらないと。いや、帰らせてよ、もう。探偵さんたちももっとお祭りを楽しんでもらいたいどん。ほら、踊りたくなってきたどん。なんか太鼓の音を聞いていたら踊りたくなってきたような気がする。恐るべしいどんちゃんのパワー。マジで踊っていくだにか。いいじゃん、せっかくなんだし。それではどんちゃん、いつでもどうぞ。おいおいおい、ちょっとマジ始まってんだけど。ちょっと始まっちゃってる。あ、でもそんな難しくないよこれ。おいおいおい、お、なんかブルーの顔の下、ドンちゃんも出てきた。おい、あ、失敗した。お、50枚いった。何これ、高得点取ったらドンちゃんが仲間になるとか、そういうのないのかな。100万ポイントいった。1、10、100、1000万、10万、100万いった。あ、帰らせて。もうノルマクリア。さあ、着いた。なんて報告するんだろう。犯人目、絶対許さないみん。とちめてやるみん。あ、カンカンに怒ってる。それで犯人は分かったみ。結局犯人は分かりませんでしたなんて言えないよ、こんな状況じゃ。犯人だにが、あの3人ではなさそうだによ。そんなことあるはずがないみん。いいえ、間違いありません。全員セミには興味なしと。あ、はきし言っちゃうんだね、そこ。どうしてこんなことに。拙者、地から出てまだ1ヶ月しか経ってなかったみ。いや、1ヶ月経ったら普通に死ぬだろ、セミは。
1週間ぐらいじゃなかったっけ。輝くセミライフはこれから始まるというところだったのに、たった今全ての謎が解けました。何？何？ついに犯人が分かったのに。セミマルさん、あなたこう言いましたね。地から出てまだ1ヶ月と。そうだみん、たった1ヶ月だみん。成虫のミンミンゼミの寿命って3週間持てば長い方なんですよね。あ、3週間だったんだ。俺1週間だなと思ったんだけど。つまり死因は寿命だね。そう、あなたのセミライフは終わりを迎える時だったのです。知らなかったみん、セミの寿命がそんなに短いなんて。短いよな。土の中で多分9年とか7年とか結構長い間いるんだよね。たった3週間か。土の中で4年間成虫になって外に出る日を楽しみにしてたみん。あ、4年間だったんだね。それなのに、それなのに。ま、そう落ち込むなだに、妖怪ライフも割と楽しいだによ。それも、そうだみんね。あ、立ち直りが早い。第二の人生を楽しむとするみん。てなわけで、今回も無事に事件解決。この名探偵に、解けない謎はありません。さささささーっと、じわっち解決。いやー、長かった。私このクエストのために約40分使ってます。40分。あ、なんだ、なんか変なアイテムが。ふわふわ身代わりくんみたいなやつゲットした。今初めて見た、そんなアイテムあるんだ。あ、これ外れかも、しかして。うわー、外れだ。友達にすらならないっていうね。あ、でもなんかセミ人頭が手に入ったのかな。ちょっと見てみよう。ふわふわ身代わりくん。あ、これ飾るやつなんだね。アイテムとして使えるやつではないのか。なるほど。ということでね、まあ次回もまたちょっとクエストをやっていきましょう。通信対戦もまあそろそろちょっとやろうかなね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。